はい、始まりましたコネクティビー。本日もコインボス代表の川見隆人がお届けします。本日は、昨日に続き茅野代表をお呼びして、今回は仮想通貨業界の日本の上場がスピードが早まるのかどうか、実際の JVCA の副会長に就任した立場からお話をお伺いしていければと思います。はい、昨日の動画に引き続き茅野さんに今回お越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は昨日の動画でもお届けした、日本の上場スピードが、本当に速くなるのか、または今後こう JVCA とかこう日本の業界団体含めてどういった体制になっていくのかっていうところについて茅野さんにお伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、私、先日ですね、JVCA という日本 の、 その自主規制団体の副会長というポジションをですね拝命するということで就任をしております。で、どういったことを、この副会長というポジションで、成し遂げたいかというとですね、先ほど来話に出ている上場のスピードをですね、早めるというのが、一丁目一番地の成し遂げたいことだというふうに考えております。この上場のスピードをですね早めるということが、果たしてできるのかというところなんですけども、これは十分可能だというふうに思っています。前編でお話しした通り、日本の法律っていうのはですね、こう暗号資産はこういうもんだっていうような定義がなされているということで、その定義にそぐわないものはちょっと取り扱いが難しかったりはするんですけども、ただその定義にそぐうものというものについては、これ上場のスピードは結構早めることができるというふうに思っています。で、今どれぐらいかかってるかというとですね、早くて数ヶ月、半年ぐらいで、遅いと1年以上かかるというふうに言われてまして、こういったそのやっぱり長さというのがですね、いろんなところで競争上不利になっているというところだと思います。じゃあどういうふうに早めるかということなんですけども、一つちょっと押さえていただきたいポイントがありまして、審査をしている、この新しいものを取り扱う時の審査をしている人は誰かということなんですけども、これよくですね、金融庁が審査しているとか、JVCA 協会が審査しているっていうことをおっしゃる方が多いんですけども、これ実際は各取引所、交換所が審査をすることになっています。審査をした結果をですね、協会が確認をするというのが立て付けになっていて、金融庁というのは基本的にこの審査関係のものというのは全て協会と各交換所、取引所の間で、やりなさいよというのが、これ法的な規制の、枠組みになっているわけですね。じゃあなんでこんなような時間がかかっているのかということなんですけども、で、これはですね、過去の経緯というものが結構重要だと思ってまして、本来的には各交換所取引所がですね、きちんとした審査体制を持っていて審査できればそこまでうるさく言う話ではないと思うんですね。で、ただし、いろいろな過去の経緯からこの取引所交換所に対する世間の厳しい目っていうのは向けられていますと。で、投資家保護というのがきちんとできているのかというのは、これは当局にとって大変不安であるということで、おい、お前らちゃんと審査したのかっていうことを、もう一回協会でも一から見直すっていうことを今やってるんですね。で、この見直すということにすごい時間かかってると。で、あとは場合によってはその金融庁の方にも問い合わせをしてですね、こういうようなところが今論点になってるんだけど、これは法令上大丈夫かみたいな紹介をしたりとか、そういうところでちょっとすごい時間かかってしまってるということがあります。で、これを私は1ヶ月ぐらいのスピード感で縮めることができる。要は1ヶ月でその審査が終わるっていうことを目指すことができるというふうに思ってまして、じゃあどうやるのかという話なんですけれども、2つ必要ですと。で、1つ目はさっき言った通り、これ各取引所交換所の審査能力に対して不安があるから今のみたいな長いプロセスになってるってことなので、そこの審査能力をですね、各取引所が高めていくということをきちんとやっていかなくてはならないと。これは何でもいいからこれやってるんだよとか、これ他社がやってるからこれ自分たちもやるんだっていうような話ではなくて、各取引所がですね、きちんと目利きができる、何がリスクで万が一こういうことが起こったらどうなってしまうのか、その時にはどういうような手立てが必要かっていうようなところをきちんと想定して準備ができる、で、こういったような状態にどん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 ですね、もうすでにある程度あると思いますけど、より高いレベルに自分たちを持っていかなくてはならないというのが一つ。
でもう一つはこれは協会側のプロセスの効率化で、これが私副会長としてかなり力を入れてやっていきたいところでありますと。で現在のその協会のプロセスっていうのはいろいろなまあドキュメントがですね存在して、それをですね簡単に言うと500項目ぐらいのチェック項目があるんですよ。これを各事業者が取引所が埋めてですね、それを協会の方に提出して、それを一個一個協会の職員の方が見ていくという、かなり時間のかかるものになってますと。すでに協会の中でですね、まあ私が副会長に就任する以前からまあ問題意識を持って、そういったその書類をですね、なんとかもうちょっと効率的なものにできないかっていうような取り組みをもうすでに開始されてますので、そこをちょっと私入らせていただいて、まあより効率的にするにはどうしたらいいかというところをまあ進めていきたいなと思ってます。で、もう一つはですね、協会の方の人材、これがですね、やはりその立ち上がって間もないので、仮想通貨暗号資産に必ずしも精通している人間ばっかりではないっていう実態があります。で、あとはいろいろな業界からお越しになられているっていうところもあるので、やはりそのきちんとしたですね、処理をしていくということについて、よりどんどんですね、ブラッシュアップしていかなくてはならないということで、このその人材をどういうふうにより高いレベルに持っていくか、ここについてもですね、副会長として他の理事とまあ一緒にですね、協力してまあ取り組んでいきたいなというふうには思ってます。なるほど、ありがとうございます。実際にその体制の改善だったりとか、実際その審査のプロセスをこう一元化するとか、まあ、例えばこの前のフレアの事例とかだと取引所が連携してなんか審査資料を提出したとかっていう事例が報告されてましたが、そういった動きとかも今後いろいろこうあれですね、こう普通チョークしてしまうプロセスとかを一元化するとかっていうことも現実的に起こってくるものなんですか？起こってくると思います。でこれもすでに内部では検討していますけれども、各取引所交換所もですね、なんとかしてほしいという要望をまあ昔から出しているところなんですけれども、マーケットにもうだいぶ長い期間存在して安定的に取引がされているものについて、基本的な情報ですね、1から10まで書く必要はないと思うんですね。で現在のプロセスどうなってるかっていうと、ビットコインとは何ですかっていうものを各取引所が情報収集してですね、そのサトシ・ナカモトの論文が発表されてとか、あのあたりの情報も含めて全ての銘柄について今書かなきゃいけないっていうことになってるんですね。ここがまあかなり時間かかってしまっている一つのまあ要素にはなっているというところなんですけども、これをですね、マーケット全体でもうある程度こういうもんだよねっていうことが確立しているものについては、共有財産としてそういったものを一つ作っておけばですね、新しくその参入してくる方もまあ一応その代表的なものについてはそれを見て基本的な情報は埋めることができるかなというふうに思ってます。ただ一方で銘柄の知識だけではなくですね、審査において重要な項目というのは各取引所交換所の体制面の話なんですね。でこれは各取引所によってだいぶ体制というのは異なりますので、そこはきちんとしたその評価というのを自分自身でもやらなくてはならないし、協会の方々もそこはきちんと目を見張ってですね、審査をしなくてはならない、確認をしなくてはならない部分かなというふうには思っています。ありがとうございます。ちょっとここお話しづらいポイントかもしれないんですけども、取引所の方が審査をして、その後協会の方とかが再チェックをしていくっていうプロセスっていうところは理解できたんですが、取引所の方がまあ推したい通貨だったりとかっていうところが出てくる可能性って想定されるじゃないですか。そういった意味でこう投資家保護の観点で、まあ、日本での取り扱いが OK かダメかみたいなところの基準とかっていうのは、まあ、どういった形でこう決めているんでしょうか？これがですね、今ないんですよ。で何が OK で何がダメかっていうのがですね、よくわからないっていうのが実態です。出してみて初めてわかるっていうのが今の状況で、でここがまあもう一つのですね、審査が遅くなっているというか、事業者側でも新しいものを積極的に申請ができない、まあ一つの理由になっているのかなというふうに思いますけれども、じゃあどうしていったらいいかというとですね、まあいわゆるそのホワイトリスト的なもののアプローチではなくて、そのブラックリスト的なアプローチにはなると思うんですけども、こういった銘柄っていうのは日本マーケットにおいてはやっぱり扱うのはやめましょうよというような、こうおぼろげな認識の共有っていうものを速やかにやっていく必要があるかなと思ってるんです。でよく言われるのが、ギャンブルのユースケースがあるようなプロジェクトはこれは望ましくないんじゃないかとか、まあ、あとはその犯罪に使われたとか資金調達をした際に少し疑いのある行動があったとかですね、まあ、そういったものがあるんですけれども、
それってじゃあどこまでが OK でどこまではダメなのか、ギャンブルって一件でもユースケースがあったらそのプロジェクトってもう本当にそれはブラック認定をしなくちゃいけないのか、でもそうじゃないんじゃないと。だってビットコインだって犯罪に使われてしまうケースというのは不幸にしてはまあ存在するし、だからってビットコインがダメっていうわけでもないので、やっぱその犯罪に使われたとかギャンブルに使われてしまったということをもってしてですね、それだけでダメっていうものはちょっとやりすぎではないかというところが、あの個人としては問題意識としてありまして、でそういったその問題意識をやっぱりあの業界の中でですねきちんと話し合って、こういったことはやめましょうよっていうのを ある程度そのおぼろげながらも作っていくべきだと思うんですね。でこれは決してこの A というプロジェクト銘柄がダメですというものをリスト化するというわけではなくて、こういったものに該当するような場合については望ましくないですよっていうようなものを各取引所交換所の方がきちんと認識をして銘柄選定をしていくという、まあそういったプロセスをすると最初のそのボタンの掛け違いっていうのは多分なくなっていくのかなというふうに思っています。ありがとうございます。実際にこの JVCA の副会長になって、まあ、ここからこうその取引の取扱い通貨のスピードっていうところに注力するっていうお話でしたが、 JVC の体制自体の全体の部分ですとか、あとは他に何か課題になったりとか、ここから解決するべき問題だったりのポイントっていうのは何か千葉さんの中で想定されているものがございますか？そうですね。JVCA っていう組織はですね、この通貨のですね、通貨というか、まあ、新しい暗号資産の取り扱いのための確認をやってるだけではないんですね。ものすごい幅広い業務範囲がありまして、まあ、ちょっと例を出して言いますと、新しい事業者が交換業をやりたいよと言った時に、まずはその JVCA の2種会員っていうのになるんですね。1種会員というのは金融庁との話し合いをして登録を済んだ会社なので、クラーケンジャパンはもう一種会員になってるんですけども、まずは二種会員として入って準備をしていくと。でそこのそのサポートとかをしてあげるっていうような機能もあるんです。でもう一つは、実際に我々みたいに業務を開始した会社がですねきちんと法令に即して業務をやっているかということをですね、これを見ていく、監査するっていう、そういった部門もありまして、でここもかなりリソースが必要ですと。であとは新しいそのルールをですねこう作っていく、自主規制としてこういったルールが望ましいんじゃないかということで新しいルールを企画したり、あとはその国の方で法律を改正したりすると、まあ、業界のその自主規制のルールの部分も改正が必要になったりしますので、そういったものの対応していくとかですね、あとはそのお客様とちょっと不幸にも何か問題が起こってしまって苦情を言うと言った時のですね、受け皿になっているのも実は協会だったりもしまして、そういったその苦情対応をやったり、あとはその統計を作ったりして、これ協会のサイトで公表されてますけども、まあこういったようにですね、もう本当にいろいろな業務をやっているのが JVCA なんです。で、その通貨審査、暗号資産の新しいその取り扱いのための確認審査っていうのは、これすごく大きな仕事ではあるんですけども、その他についてもですね、やはりうまくいっている部分とうまくいっていない部分っていうのが現在存在をしているので、ここはやっぱり我々その理事とあと一般の会員がサポートする形でですね、より効率的な業務が回せるようにサポートしていく必要があるかなというふうに思っています。で、いろいろな会社さんでいわゆる PDCA のサイクルっていうのを回していると思うんですけども、この PDCA のサイクルというのを協会にも根付かせてですね、協会の職員の方が自発的にこうより効率的な業務ができるような、まあ、そういったそのサイクル、プロセスっていうのを、私、今年1年かけてですね、そういったものをちょっと根付かしていけるといいなというふうに今感じているところです。ありがとうございます。このあたりで、じゃあ逆質問のところも、そうですね。じゃあ、すいません。私から、加賀美さんにちょっと質問させていただきたいんですけども、はい。協会に対して、マーケットでの認識っていうのがあんまり今、正しくなされてないというふうにちょっと感じてるんですね。うん、これはなんか審査をして、審査を今遅らせているボトルネックだっていうような評価っていうのが、まあ結構あるんですけども、必ずしもそうではないっていうのが私の見方でして、まあこういったそのちょっと正しい見方っていうのをやっぱり伝えていくっていうのが、私メディアに対しての期待なんですけれども、加賀美さんから見て、その協会がもっとこういうことをやったら、まあよりその伝えやすくなるとかですね、そのマーケットとの対話、コミュニケーションがうまくいくんじゃないかっていうような、なんかちょっとそういったご指摘とか、
ご示唆があればぜひお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとこう逆質問という形で私の回答になりますけど、ちょっと個人的な意見にはなりますが、やっぱりその仮想通貨系のメディアをこう運営している立場からして、やっぱりそのグローバルとかこう一般のマスメディアと違うのが、ジャーナリズムを求めてるか、この公平なそのこうマーケットに寄り添ったメディアを運営するかっていうところの違いが結構大きなポイントにあると思ってまして、でやっぱりそのジャーナリズムを追い求めれば、じゃあこの取引業者がどういうものなのかとか、あとはそのこの通貨が危ないんじゃないかっていうところをこう取材をしに行ったりとか、かつそれをこうどういうふうに取り上げていくのかっていうところがすごい重点に置かれるポイントになると思うんですけど、結構今のそのメディアの形態、グローバルも見たとしても、ある情報をしっかりと取捨選択したりとか、しっかりと何が正しいものかっていうところを伝えるっていう、こう伝えることに対しての注力っていうのが一番メインになってきてると思うんですね。ただこれはメディアとしてもかなり発展しなきゃいけないポイントだと思うんですけど、やっぱりメディアとして自分の意見を言いづらいっていう立ち位置になってきてるのが、今のマーケット全体として一個一つ課題感にあるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。そういった意味で、例えば証券業協会とかも含めてですけども、自主規制団体の方が、まあ、表立って情報配信をしていくとか、あとはこう協会の方も含めて 2B の、まあ、ビジネスサイドに寄り添ったこう接点っていうのはかなり多くあると思うので、そういった意味で、なんていうセミナーだったり、正しいものを伝えていくセミナーだったりとか、あと情報配信っていうところを、まあ、メディアとしてその報道面でのサポートとかをしながら協会と連携していくような立ち位置っていうのがあれば、もっとこう、まあ、今は現状パイを広げなきゃいけないフェーズに業界としてある中で、もっとそういったこう連携の仕方っていうところもなんか模索していけると、こうメディア側の立ち位置としての回答にはなりますけども、もっとこう広く、先ほども篠さんがおっしゃっていた、よくマスにも届いていけるようなこう情報を拾っていけるような状況っていうのが作りやすいんじゃないかなというふうには、やっぱりこうマスメディアの方もこう知識とかを吸収していかないといけない、担当の方はそういったこうハードルがすごいあると思いますし、公的機関の発言だったりとかっていうと、より拾っていきやすいようなものっていうのが出てくると思うんですよね。なので今の現状、公的機関のところで拾っていかなきゃいけないところで出てくるのが、こうより事件寄りなものが多かったりとかすると、グローバル的にもこう日本の中でよりそのあまりこうネガティブな報道が結構多くなってきてしまうと思うんですけど、ポジティブなものをこう公的機関の方から発信していく、それをまあメディアがサポートしていったりとか、まあ、もっと広っていけるような環境っていうのがあると、まあ、もっと日本の中でもビジネスサイドだったりとかイノベーションの部分でもなんかこう発展するんじゃないかなというふうに個人的には思っております。非常に心強いご発言をいただいてありがとうございます。私その JVCA の副会長としてですね、まあ、いろいろな取り組みを今期させていただきたいなと思ってるんですけども、まさにその加賀美さんおっしゃっておられるメディアとの対話、市場との対話っていうところにすごく力を入れていきたいなと思ってるんですね。で、これ協会内部のそのプロセスを効率化していくということと合わせて、協会というものというか日本の暗号資産マーケットに対してきちんとした情報をですね、やはりそのオフィシャルな形でお伝えするというチャンネルが今ないなと思っていて、でこれはちょっと残念な状態にあるのかなと思ってます。でもちろんその協会にそういったリソースがこれまでなかったというようなところあるんですけども、私も一応副会長を拝命しておりますので、まあ、そういった立場でですね、協会ってこういうことを今やろうとしているよとか、あとはこういった意見があるんだけども、これって本当にマーケットのためになるのかというようなそのサウンディングをするような話というのもあると思いますので、まあ、そういった中で協会としての発信力を強化していくということは私の中では非常に重要な取り組みになるのかなと思ってます。で、まあ、やり方としていろいろあるんですけども、まあ、例えばその何か発表する際にですね、まあ、よく会社とか公的な機関記者レクとかやるじゃないですか。でこういったようなものをさせていただいたりとか、まあ、あとはそのこういったその番組に出させていただくとかですね、まあ、そういった機会を頂戴できればですね、協会の人間としても発言ができるかなと思ってますので、ぜひご検討いただければと思います。ありがとうございます。私たちも本当にその業界のこうビジネスだったりとか、あとはこういったこう協会も含めて、まあ、市場のところをもっと深い側面から応援していければなというふうに思っていますので、なんかメディアとしても何かご協力できることがあればぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。という形で
篠野さんにこう2日間にわたってインタビューをさせていただいて、まあ、こういったこう日本の、あの事情とか、これまでどういう形になっていたのかっていうところの内容から、まあ、今後の未来にかけての日本市場についてお話をお伺いしました。またこういった形であの有識者の方をお呼びして、より深い側面から日本の現状というところを番組で追っていければと思っていますので、ぜひ面白いと思った方とか、お話が楽しかったよという方とかは、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。本日は篠野さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。